もう西都市来たんですね、はい、ちょっと準備手入れをしながらでしたから、うん、今登場ということになります。それではヒーローインタビューです。放送席ヒーローインタビューです。西投手に来ていただきました。7勝目おめでとうございます。ありがとうございます。今日のピッチングを振り返って、まずあの立ち上がりのピンチ抑えた、あれが大きかったんじゃないでしょうか。そうですね、まあ、若月がいいリードしてくれました、はい、そして味方の打線が4回までに5点取ってくれました。力になったんじゃないですか。大変力になりました、ありがとうございます。7回1失点の好投、この好投の要因、西さんご本人はどう捉えてらっしゃいますか。まあ、守備がすごく良かったので、そのピンチの時にもいい守備してもらったり、いい流れで打撃につないでもらって、本当投げやすい環境でした。ランナーを出しても結局タイムリーヒット許しませんでしたね。ラッキーでした、はい、やはりそのあたりは日産らしい粘りだったんじゃないですか。そうですね、まあ、粘り強く行くことが大事だと思ったので、なんとか最少失点で抑えることができました、はい、さあシーズンまだまだこれから、日産にかかる期待大きいと思うんですが、最後にファンの皆さんに向けて一言お願いできますか。今日は暑い中応援ありがとうございました。これから宮崎に移動します。遠いですけど来てください。今日はありがとうございました。今日のヒーローインタビュー西投手でした。ということでいつもの西スマイルが出ました。今日のヒーロー7勝目を挙げました西投手でした。それでは今日の試合ハイライト見ていきましょう。